バンバとは、イスラエルホロンの食品会社である、オセムが販売している、ピーナッツバター味のスナック菓子である。イスラエルで最もよく食べられている、スナック菓子の一つであり、1963年の発売以来売り上げは落ちておらず、イスラエルにおける、スナック菓子市場で25%のシェアを持っている。競合する商品には、テルマ社の、パーパーや、 ストラウスエリートの種々がある。ピーナッツバターの味付けを下膨張させたコーンスナックであり、コレステロール、防腐剤、着色料を含まず、数種類のビタミンを豊富に添加されている。ただし、脂肪と塩分も大量に含んでおり、100g あたりの熱量は544カロリーもある。ユダヤ教宗教裁判所による歌手ルートの認定を受けており、 チーズ抜きのチーズドゥードルと評されることもある。ピーナッツバター味のバンバトウモロコシの素粒を高圧にかけて膨張させることで細長く白っぽい味なしのバンバができる。次にこれはナゲットサイズにカットされ乾燥室に送られ20秒間熱風で焼かれてパリパリした食感になる。最後にアルゼンチン産のピーナッツバターがかけられる。 従業員は回転するドラムの上に立って、ピッチャーに入れた、ピーナッツバター液を注ぐ。ドラムが回転するごとに、ナゲットは、ピーナッツバターでコーティングされ、熱い状態のバンバは、ベルトコンベアで運ばれるうちに冷えてパッケージングされる。バンバには、スイートバンバと呼ばれるイチゴ味の姉妹品があり、楕円形ではなく丸い形で、パッケージの色が赤いことから、イスラエル人からは、 レッドバンバとも呼ばれている。かつては人工着色料が使われていたが、現在はテーブルビート色素で着色されている。2008年、オセム社は新商品として、ヌガーアジのバンバを発売。ヌガーアジのバンバは、スデロットにあるオセム社の工場で生産されている。また、オセム社の親会社であるネスレグループの製品で、最も成功した商品の一つになった。 2010年には、ハルバージとチョコレート味のバンバが発売された。複数の医学専門家が、バンバは健康的な子供向けスナック菓子として、推奨するべきではないと主張している。彼らは、バンバが健康的という主張自体が虚偽な上、バンバに含まれるビタミンで、栄養素の過剰摂取につながると発言している。ありがとうございます。